大和郡山市の県立ろう学校では、生徒に法律に基づいた判断力などを身につけてもらおうと、法律家によるテレビ授業がインターネット回線を使って初めて行われました。この授業は、法律の出前授業などを企画している団体、睦弥会の協力で実現したものです。自らも聴覚に障害がある弁護士の多聞博さんが、中継先の東京から高等部の3年生に授業を行いました。多聞さんは、憲法で保障された基本的人権について説明し、手話通訳や要約筆記などは聴覚障害者の生存権に基づいていることなどを示しました。また、来年春には就職や進学が決まっている3年生8人のために、多聞さんはマルチ商法などの悪質な勧誘から身を守る心構えも説明し、生徒たちは熱心に学んでいました。